皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日はね、ユーロトラックシミュレーターなんですけども、今たくさんコメントいただいてるんですけども、バージョンアップ 1.44 になりまして、初心者の皆さんね、モッドのトラブルがものすごい多いようでして、お問い合わせがめちゃめちゃ来るんですよ。なので今回はですね、モッドのトラブルについてどのような対応したらいいのかという、モッドトラブルの対応のご紹介を今回はしていきたいと思います。はい。で、モッドのトラブルっていろいろあるんですけども、今回のようにバージョンが、ユーロトラックシミュレーター2のバージョンがアップした時に多々起こるというのが通例でございまして、そこでね、モッド合う合わないっていうものを毎回見つけていくというのが作業の一環として、めんどくさいことなんですけども、やらなければならないということになっております。で、ワークショップのモッドに関して言うと、勝手に自動でアップデートされるんですけども、それ以外 の、 ダウンロードで入れたものに関して言うと、ダウンロードし直すっていう作業が出てくるんですね。で、まず互換性のあるものないものを、参照して、正常に作動しないものっていうのものを見つけなきゃいけないということになってきます、作業の一環としてね。で、まずバニラですね、ヨーロッパ編、マップモッドが入ってない状態で、そういう感じのプロフィール、ヨーロッパ編でクラッシュしてしまう方についてまずやっていきたいと思います。で、確実に何かしらのモッドが干渉してます。なので、一番下の矢印ですね、矢印2つついてるもの、これをピッと押しますと、全てのモッドを無効にできますので、一度全てのモッドを無効にします。で、無効な状態で一度起動してみます。変更確認して、で、変更確認して起動してみて、大丈夫であれば何かしらのモッドが干渉していたということになります。で、写メかなんかでここに入ってるものを一回取っとくといいですね。何を入れてたか、で、入れてたものを一個ずつ足してみる。一個ずつ、2つずつとかでもいいんですけど、で、2つこう足して変更確認して、で、起動してみて、大丈夫であれば大丈夫と。で、それを繰り返していって、前入ってたものを通りに少しずつ入れてって、で、ダメになったモッド、何かこの、例えばこのモッドをピッと入れて起動してみて起動できなかったってなったら、このモッドが原因なわけですよ。なので、このモッドがバージョン合ってるか合ってないか、このインフォメーションで、で、これね、これちょっと 1.44 になってますけど、これが例えば 1.42 までだったりとかすると、干渉して起動できなかったりとかするんですね。なので、このモッドは新しくまたダウンロードし直すか、ワークショップでしたらアップデートするまで待つ、で、ダウンロードしたものであれば新しくダウンロードすると。で、ダウンロードするときにですね、私が紹介してるモッド全てなんですけども、例えばチューニングパックトレーラースロットっていう名前があったとしたら、このチューニングパックトレーラースロットっていう文字を Google で打ち込んで、1.44 であれば 1.44 とプラスして検索かけると、出てれば検索引っかかります。なので、探すときはそういう風に探してください。私も全てのモッドを全部アップデートごとにですね、ご紹介するってわけではないので、自分で探すやり方っていうのも覚えておくといいかもしれないですね。はい。で、例えばこれが大丈夫であればまた足していくと、下の部分の、例えばここら辺のモッドを足していくと、少しずつ足してって合わなくなるモッドを見つけていくっていう作業がバニラでまず必要になります。はい。で、次ですね、次はじゃあマップモッドを入れてる方、マップモッド入れてる方はですね、例えばなんですけども、オーストラリアのタスマニアのモッドですね。これはちょっと起動できなかったんですけども、このようにマップモッドが上から入ってた場合で、これで例えばプロジェクトジャパンさんとかがここに入ってましたと、で、下に普通のモッド入れてましたと、で、 1.43 このようにビックリマークがついてない状態で起動できる状態で起動できなくなってしまったという場合ですね、の場合はこちらのマップのモッドだけを残して全て外します。全て外した状態ですね、このマップモッド以外で、この状態でまず起動してみます。で、この状態で起動できていればマップモッド自体は正常に動いていると。なので、またさっきと一緒で、この他のモッドが何かしら干渉していると
ということになりますね。なので1個だったり2つだったり、あの少しずつ足していって何がダメなのかっていうのを探すという作業をしていくとよろしいでございます。で、何かしらやってるとですね、何のモッドが一番干渉を起こしやすいかっていうのが分かるんですよ。で、私あの前紹介したと思うんですけど、カーナビのモッド、これですねコンパクトナビゲーター&ミラーズっていうね、この上にマップを表示するモッド、これが大体ワークショップのモッドなんですけど干渉してることが多いです。いや、もしくはグラフィックモッドですね。で、グラフィックモッドはこの間ご紹介しましたあのパリ、こちらですね、パリのリビルトモッドとか、こういうグラフィック関連のモッドが対応してないことが多いです。なので、まあ起動できてたんだけども起動できなくなったという時はこのグラフィックモッドか、マップモッド、あのウェザーモッドもそうなんですけども、グラフィック関連のモッドをちょっと疑ってもいいのかなと思います。で、アップデート来ましたらそのまま入れてみて、大丈夫であればそのまま使うと。で、すべてのモッドがですね、 1.43 のモッドとかがずっと使えなくなるってわけではないんですよ。使えるものもあります。はい、と例えばなんですけども、こちらのアンリミテッドマネー &XP、 こちら私紹介しましたけども、こちらのモッドに関して言うと 1.32 なんですよ、最終の更新歴が。ただこれが 1.44 でもまだ使えるという感じで、このままアップデートなしでも意外に使えちゃったりするんですよ。なので、使えなくなるモッドっていうものは更新されてないモッドであるんですけども、全てのモッドが使えなくなるわけではないということなので、さっきのように1個ずつ足して何のモッドが干渉してるのかというものを、まあ、探していかなければならないということになっております。で、初めて、あとちょっと更新では関係ないんですけども、マップモッド、これから導入する方でマップが起動できないとか非対応になるっていう質問がね、ものすごく多いんですよ。まあ、特にプロジェクトジャパンさんだったりとか、この間のユートピアのモッドもものすごい多いんですけど、概要欄や私の実況の中でも語ってはいるんですけども、基本的にですね、ダウンロードコンテンツは全部入れていかなきゃいけないんですよ。なのでですね、はい、ということで、ユーロトラックシミュレーターのマップエキスパンション、ダウンロードコンテンツですね、ダウンロードマップと言われるものに来たんですけども、こちらに出てるものは、もうすべて買った方がいいです。全部買った方がいいです。ものによっては、この中の3つ入ってればいいとか、そういうものがあるんですけども、アップデートで変わったりするんですよね。なので、こちらに出たものはもう全部買うと、私もそうなんですけども、全部買ってるんで、全部買った状態でしたら間違いなく起動できます。起動できるものはね、バグなければ。なので全部、この間ご紹介しましたけども、 Steam のセールなので 70% オフぐらいになるんで、そういうタイミングでマップモッドを使いたい方はもう買ってください。はい。で、起動できないっていう質問がですね、私のところにも来ますし、マップモッドの制作者様のコメント欄とかにもいっぱい来るんですよ。で、本当に初歩的なところでこれが必要なものがダウンロードされてないってことがものすごい多いです。最初にまず買ったんですかこれっていう、ちゃんと揃えてますっていう、入れてますかっていうところ、何ですかそれっていう質問の返しとかもあるんで、本当に初歩的なんで、マップモッドを使う方はもうこのマップエキスパンションズ全部買ってください。どれ必要なものだけ買うとかではなく、全部買ってください。はい。で、 SCS さんの売り上げにもなりますから、ちゃんとお金を落とすと楽しませていただいてるんで。で、Steam のセールで買うのが本当に、さっきも言いましたけども、 Steam のセール結構やってるんで、今後か私ね、 Steam のセールやってる時はご紹介してきますんで、タイミング的にね、ぜひ見て、Steam のセールやってるタイミングで買うのが一番いいと思いますんでね、こちらの方、私のゲーム実況の方もチェックしながら買ってください。はい。すぐやりたいって方は買ってください。はい。で、買って損ないと思いますんで、ヨーロッパ版に関して言うとものすごいマップ拡張になるんで、はい。もうぜひぜひこちら私もおすすめでございますんで。一番重要なのがですね、コメントで質問するときにですね、一番最初にご紹介しました、問題のモッドを見つけるっていう作業。バニラだったら一回全部モッド消して起動してみると。で、何がモッドの原因なのかと、何のモッドが干渉してるのかと。多分モッドって皆さんいっぱい入れると思うんで、皆さん入れ続けるとね、4、50いっちゃうんですよ、すぐ。なので、その4、50個のモッド、めんどくさいとは思いますけども、何のモッドが
原因なのかと。で、問題を見つけるっていう作業は絶対に個人で必要です。で、バニラで全く何ももっと入れてない状態でバグるという時はバージョンの確認ですね。ユーロタクシミュレーターのバージョンとマップモッドであればマップモッドの適用されてるバージョンが合ってるかないか、 1.43 のマップに対して 1.43 のユーロトラックシミュレーターのバージョンに合わせてるかどうかっていうものを確認すると。で、全ての確認が終わってそれでもわからないとき、問題が解決しないときに、私のこのコメント欄だったりとかコミュニティですね、 Steam のコミュニティだったり、もっとその作ったもっと制作者様のコメント欄で恐縮ながら質問するというのが正解でございます。で、安易にやっぱり質問等々いっぱい来ますと、毎回同じ答えを返してるのもやっぱ大変だと思うんですよ。私の方もそうなんですけどもね。なので、コメント欄等のログが見れるんであればちゃんと見る、文字を見る、で、モッドの説明欄も見ると、で、それで分かんなかったら質問するというのを守っていただければみんな幸せになれるんじゃないかなと思います。はい。で、今後もね、ちょっと分かりにくいようなモッドとかそういうものが出た時には、私の方もモッドの説明できるようにね、努力してきますので、そちらの方もね、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで、またね、ラボちゃんのユーロトラックシミュレーターの動画楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それではまた次のね、ユーロタクシミュレーターの動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。